おいすーきょろりんです、今回緊急で録画しています、内容は裏世界大砲についてです。ユーザーの間で長く物議を醸していたこの内容、ついに公式から案内が出ました。この動画はこれからギルドに所属する新規の方やこの現象を知らないプレイヤーに向けた注意喚起を目的とする動画となります。この問題は昔から僕も思うところがありましたので、公式から案内が出た以上いち早く解決に向かえばいいなということで動画を出す運びとなりました。知らずに処罰の対象になってしまったなんてことのないようしっかり確認してください。それでは早速行ってみよう。まず裏世界大砲とは何か解説していきます。通常拠点戦では像や大砲などの兵器を用いて敵拠点に攻撃をしますよね。その大砲を本来移動で行けない場所へ何らかの方法で持ち運び、大砲で攻撃することを裏世界大砲と呼びます。こちら、動画を提供していただきましたのでご覧ください。という感じになります。動画内のミニマップで確認していただいたと思うんですが、完全に行けない場所にあるのが分かったと思います。現在の拠点戦は、大砲の火力が高く設定されているので、攻撃できないとこに大砲を置く。この行為はね、もうめちゃくちゃ強い。そして、ユーザーにめちゃくちゃ嫌われる行為です。ただ今回、3月5日、16時、公式から裏世界大砲に関する案内が出されました。拠点戦で本来移動することができない場所への移動についてのご案内ということで出ていますと。こちら僕が読まさせていただきます。一部の拠点戦において本来移動することができない場所へ大砲などを移動できる現象についてご案内いたします。当現象につきまして、現在発生する場所や要因を引き続き調査しており、該当の内容を確認できた箇所から順次修正の作業を行っております。この現象により皆様にご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げます。当現象につきましては健全なゲームプレイに影響を与える内容となっております。そのため、もし該当の現象を確認した場合にはお手数をおかけしますが、カスタマーサポートまで具体的な内容及び状況を把握できるスクリーンショットを添付した上でご報告いただきますようお願いいたします。報告例、〇月〇日の〇〇拠点での拠点戦にて、0時から0時の時間帯に本来移動することができないスクリーンショットの位置に移動して、カモン名〇〇が大砲を使用。なお、該当の現象を特定コンテンツにて優位に立つ目的で悪用した場合には、利用規約に基づき処罰の対象となることもございますのでご注意くださいと書いてあります。要約いたしますと、拠点戦にて本来移動することができない場所へ大砲などを移動できる現象。こちらは現在調査と順次修正作業を行っている。当現象は健全なゲームプレイに影響を与える内容である。当現象を確認した場合は、スクリーンショットを添付し、報告してほしい。当現象を優位に立つ目的で悪用した場合には、処罰の対象となり得る、と書いてあります。まずね、ケロ編の気持ち、ちょっと言わせてください。長く放置されたことへの、残念だな、という気持ちと、対応ナイス、という気持ちね、入り混じっております。ただね、この内容、少し、ん?って思うとこが、個人的に2点、ありました。一つ目、カモン名がスクリーンショットに抑えづらいという点。
まあ、やっぱり裏世界という場所に行かれると自身がその場所に入ることができないので、遠い場所にもうすでにそのプレイヤーがいた場合にカモ名を確認できないんですよね。それはどう対応していくのかなっていうのは個人的に気になるとこではあります。2つ目、処罰の対象が誰になるのかが不明瞭な点。まあ、これ書いてはないんですよね。まあ、報告例のところで、家紋名〇〇と書いてあるんですけども、まあ、家紋名〇〇が大砲を使用したから、家紋名〇〇だけを、まあ、対処するのか。それとも、ギルド。家紋名〇〇が所属するギルドを対処するのか。これがわからないんですよね。まあ、僕思うんです。こういうね、勝ちたいという気持ちがあまりにも強くなってしまったからゆえに、こういう裏世界大砲とかを行うギルドがあるんだなっていうふうに思うんですね。まあ、めちゃくちゃ勝ちに貪欲。つまり、穴を絶対についてくるんですよ。こういうのは。だから、例えば、サブアカウントを使って、カモン名〇〇、かっこサブアカ、大砲を使ったと。バンされるのはサブアカだけとかだと、まあ、なくならないんですよね。まあ、その、対処するっていうのをサブアカでもいいけども、場所を報告してもらって、その場所をとにかくなくしていく。で、そして、場所を入るとこなくなりました、ゼロになるっていうのを目指しているのであれば、確かにこれでも全然、まあ、いいとは思うんですけども、難しそうな気もしなくもないんですよね。裏世界入る場所をすべて消すって。こればっかしは正直わからないんで、まあ、とにかくユーザー間で報告しまくるしかないのかなっていう気がする。まあ、最後にこの度はご不便をおかけし大変申し訳ございません。皆様のご理解とご協力の方でよろしくお願いいたしますと。今後とも黒い砂漠モバイルをよろしくお願いいたします。黒い砂漠モバイル運営チームと、書いてありますと。まあ、確かにこれが運営さんができる最大限の対応なのかもしれないし、まあ、そこわからないんですけども、まあ、僕としてはこれを踏まえて、何するかっていうと、まあ、通報するだけですね。そしてこの動画を出して、まあ、いろんな、ユーザーさんがやらない、そして報告するっていう流れを作るっていうのが、まあ、僕の使命かなっていう気がしたので、この動画を出させていただきました。まあ、見ていただいたユーザーさんはもうやらないことわかっていますので、ガンガンね、報告していきましょう。今回は以上となります。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして、月曜日はお休みをいただいております。あと、今週の土日、配信お休みいただいております。動画投稿はありますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。